次はですね、摂りすぎに注意なミネラルについてお話ししていきます。まず一つ目がナトリウムです。ナトリウムというのは本当に身近な調味料である食塩の主な成分になっています。で、働きとしては体の中の水分調整だったりだとか血圧の調節を行っています。摂りすぎてしまうと高血圧だったりだとか、あとはむくみの原因になります。ナトリウムというのは特に日本人の場合はお漬物だったりだとかお味噌汁とかそういった味の濃いものを飲んだり食べたりする機会が多いので食塩が比較的過剰になりやすい傾向にあります。食事摂取基準では男性では1日 7.5g 未満、女性では1日 6.5g 未満の摂取量に抑えましょうというような基準が定められている特徴のあるミネラルなので、不足の心配というよりは摂りすぎっていうところが懸念として上がっているミネラルになります。ただ不足してしまうケースとしてはたくさん汗をかくスポーツとか部活動とかされている方は汗で排出されてしまうミネラルになるのでナトリウムが不足してしまうというケースもあります。でそれによって熱中症を引き起こすというケースもあるので、ナトリウムが極端に減ってしまうと熱中症のリスクも高まるんだよというところも合わせて覚えておいていただけたらなと思います。次、摂りすぎに注意なミネラルがマグネシウムになります。でマグネシウムはどのような働きをしているかというと、私たちの代謝に必要不可欠な栄養素になっています。あとは酵素や補酵素といった体の消化や代謝に必要な成分の原料となっています。あとはカルシウムと一緒に骨や歯の形成にも役立っています。これも体にとって必要不可欠な栄養素ではあるんですけれども、比較的摂りすぎてしまう傾向の強い栄養素になっています。摂りすぎてしまうとどのような症状が出るかというと、下痢を引き起こす可能性があります。一般的な食事をしていれば不足してしまう心配が少ない栄養素になるので、サプリメントなどで過剰に摂ってしまうっていうところが結構リスクがあるので、そこの点をしっかり気をつけていただけたらなと思います。食品にはどういったものに含まれているのかというと、海藻、あとはナッツ類、大豆製品などに多く含まれています。摂りすぎ注意なミネラル3つ目はビンになります。体にとってどのような働きを担っているのかというと、一番大きな働きは体のエネルギー産生を助けるという役割を担っています。私たちの体が栄養素を取って動かすためにはクエン酸回路っていうところを代謝を繰り返して通るわけなんですが、その過程でリンが必要になってきます。このクエン酸回路についてはまた今度別の機会にお話しできたらなと思います。あとはカルシウムやマグネシウムと同じように骨や歯の構成成分となっています。とっても重要な役割を担っているにもかかわらず、なんで摂りすぎ注意の栄養素になるのかと言いますと、リンというのは食品添加物に多く含まれているミネラルになります。例えばカップラーメンだとかスナック菓子とか、そういったものをたくさん食べる方は少なからず食品添加物が含まれているので、リンを摂りすぎてしまう傾向にあります。摂りすぎてしまうと骨の材料となるカルシウムの吸収を阻害するという作用も働いてしまうので、できればその添加物を多く含むような食品を摂ることをなるべく控えていただけたらなと思います。過剰の心配があるミネラル4つ目がセレンになります。セレンは強い抗酸化作用を持っていて、アンチエイジング、老化を防ぐような働きを持っているというふうに言われています。これはお魚やお肉に多く含まれているので、身近な食品から摂取しやすいというところで、不足の心配はほとんどありません。摂りすぎてしまうと、爪の形が変形したりだとか、髪の毛が抜ける脱毛という症状が出る可能性があるので、普段一般的な食事をしている分には、摂りすぎてしまうリスクというのはそこまでないんですけれども、サプリメントなどでたくさん取っていると過剰症というリスクも高まりますので、ぜひ注意してバランスよく取ることを心がけていただけたらなと思います。摂りすぎの心配も不足の心配もないよというミネラルについてお話ししていきます。一つ目は銅になります。金属としての銅っていうのはイメージしやすいかなと思うんですけれども、実は体にとっても重要な栄養素でして、体内で酸素の運搬だったりだとか老化の原因となる活性酸素を除去するというような働きを担っています。これは魚介類とかナッツ類に多く含まれていまして、必要な量が微量であるという点と、身近な食品からしっかり摂取できるので摂りすぎも不足の心配も少ないよというようなミネラルになります。日頃のバランスの良い食事を心がけていただければ問題ないです。次、2つ目がクロム
になります。クロムは私たちの体で糖質やコレステロールの代謝をサポートする働きを担っています。糖質の代謝をサポートする、インスリンというホルモンの分泌あったりだとか効果を高めてくれるという働きをするので、そういった役割を担っているミネラル分になります。これも海藻大豆製品などに多く含まれていて、日本人の食事としては不足の心配もないですし、仮にたくさん摂ってしまってもとっても毒性の少ないミネラルというふうに言われているので、摂りすぎも不足の心配もないよっていうミネラルに分類しました。3つ目がマンガンになります。私たちの消化とか代謝をサポートしてくれる酵素の働きを活性化する役割を担っています。それによって、体のいろんな機能の維持っていうところに関与してサポートしてくれるとっても重要な栄養素になっています。どんな食品に含まれているかというと、骨ごと食べられるお魚だったりとか小魚、ナッツ類などに多く含まれています。これも一般的な食事をしていれば不足する心配も少ない栄養素になるので、この仲間に分類させていただきました。で、4つ目がモリブデンになります。酵素の材料になっています。モリブデンは肝臓だったり腎臓に多く存在しているミネラル分になっています。モリブデンは豆とか豆製品に多く含まれているので、日本人はその豆製品たくさん食べる機会があるので、基本的には不足しにくい栄養素というふうに言われています。もし過剰に摂ってしまったとしても毒性が少ないので、摂りすぎも不足のリスクも少ないよというミネラル分に分類させていただきました。最後ですね、5つ目が要素になります。要素は甲状腺ホルモンの構成を担っています。甲状腺ホルモンを構成することで私たちの新陳代謝を促してくれる働きを担っています。あとは皮膚とか髪の毛の健康にも寄与しているので、美容の面でも非常に役立つミネラル分になっています。要素は海藻類に多く含まれるミネラルになるんですけれども、海藻をたくさん食べる機会のある日本人は不足しにくいミネラルというふうに言われています。ここまで13種類ミネラルのお話をさせていただきました。どの食品や栄養素もそうなんですが、摂りすぎても不足しても体に悪い影響を与えてしまいます。特にミネラルは摂りすぎも不足も体に悪影響を与えてしまうので、日頃の食事でバランスよく心がけて摂っていただくことがおすすめです。ミネラルというのはいろんな食品に含まれているので、使う食材をたくさん組み合わせていただけると基本的には不足せずバランスよく摂ることができます。特にダイエット中や減量中の方で食事の制限とかされている方は食事のバランスっていうのが崩れてしまいやすいので、極端に不足することのないようにぜひ意識していただけたらなと思います。またミネラルの不足でも熱中症を発症することもありますので、汗をたくさんかいた時にはただのお水を飲むのではなくて、ナトリウムとかミネラルを含んでいる、スポーツドリンクとかそういったものをしっかり摂取していただいて、汗で出たミネラルをしっかり補うんだよっていうところも心がけていただけたらなと思います。では本日はミネラルについてお話しさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。